さて、どうだ？本当か？本当なのか？これ。ガチやん！ガチやん！ Hello, what's up, guys? My name is Leon and welcome to our video! ということで皆さん、なんと、だと、だと、つい1時間ぐらい前かな？新しく更新されてフラクチャー！今回のワンタイムイベントの、これ画像やばくない？何これ？えぐいことになってるじゃん、これ。クロム、これピンクマ、もう、竜巻が真ん中で、あっちこっちにクロムの竜、見てこれ。クロムの竜巻があっちこっちにある。やばい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 。で、これ、え？この子誰だっけ？バトルパスのスキンだっけ？これバイトだよね。え？バイツか。バイツ。カオスエージェントいるよ？ちょっと。おっと。この画像やばくない？ニャスカル。ここなんで助けてるんだろう。バイツ、いい人になったのかな？島の現実を悪化しつつ、あり、その再生は君の手にかかっている。日本時間12月4日午前6時に始まる一度限りのチャプター3フィナーレを参加しよう！あ、顔消えてた。はい、ということで皆さん、ワンタイムイベント来ました。情報ですね。こちら、カウントダウンも来てますね、ここに。あと11日、5時間40分38秒、37秒。っていう感じで、11日後、もう2週間切っちまったよ。やばいっすね。で、これさらに詳しくて、いろいろちょっと今回ワンタイムの情報が見れるらしいんで、この動画で皆さんに説明していきたいと思います。ワンタイムイベントの前に必ずこの動画を見てください。ということで、早速説明していきましょう。レッツゴー！よし。ちなみに、こちらのワンタイムイベントね、僕絶対に配信するので、ぜひ皆さん、一緒に見ましょう。こちらのワンタイム、チャプター3フィナーレイベントですからね。フォータイトチャプター3フィナーレイベント、フラクチャー、日本時間12月4日一緒にプレイしよう。バラバラになるな。日本時間チャプター3フラクチャー飛び込もう。異世界だってる、これ読み方。異世界での、予知不可なソーシャルイベント。異世界での、異世界どういうこと？異世界での予知不、可能なソーシャルイベントだ。スクワットを組もうが、ソロで挑もうが、島の運命は君の手に握られている、だって。スクワットでもソロでもいいんだ。なるほど、なるほど、なるほど。うわー、この画像めっちゃいいな。めちゃくちゃ良くない？超テンション上がりますね。フォートナイトフラクチャーイベントのプレイ方法。ここ大事だね。フラクチャーは、日本時間2022年12月4日午前6時より開始する一度限りのゲーム内イベントだ。フラクチャーのプレイリストは開始30分前に開かれ、イベント開始前に飛び込むことができる。日本時間の午前6時40分までは途中参加することも可能だ。つまり、フラクチャーイベントっていうこの、なんて、今さ、ソロとか、なんだ、今、あれか、バトルロイヤルとか、ゼロビルドとか、クリエイティブとか選択できる、あの画面、この画面ね。この画面あるじゃん、ここ。ここに、フラクチャーっていう新しいゲームモードが登場します。あの、イベント開始30分前にね。なので、それを選択して、30分前から現れるので、それを選択してイベントに参加することができる。で、これちょっと今気になったんだけどさ、日本時間の午前6時40分まで途中参加する可能ってさ、途中参加がまずできるのがすごいんだけど、6時40分？え、これつまり6時からでしょ？ 6 時から6時40分、40分ワンタイムイベントがあるってことですか、これ。ガチ？過去のワンタイムイベント、この島がひっくり返るの10分でしょう。宇宙最大のワンタイムイベントでフォートナイト終了12分、メカクマ14分って感じだよ。え、これ40分あるんですか？ガチ？え、やばくない？いや、とんでもないぞ、このイベント。40分は映画やん、もう映画よってことだよね、多分。そういうことだと思います。えぐいっすね。だって一度限りだから、途中でなんか開始とかじゃないからね。一度限りのイベントが6時開始するから40分間あるってことだよ、これは。えぐいっすね。フラクチャーでは4人までのパーティーでプレイ可能だ。イベント中にエモートで交わしてスクワットを組むこともできる。何それ？イベント中にエモートを交わしてスクワットを組むこともできるんだって。面白い、なんかすごく。イベント中は専用のゲームデバイスを使用できない。
X クラウドゲーミング、NVIDIA ゲームの両サービスでは、クラウドゲーミングサービスを通して PC の、できないって質問だ。質問だ。なるほどね。これは関係ないですね。もし、専用のゲーミングデバイスが使用できない場合は、Xbox クラウドゲーミングとか NVIDIA GeForce Now で、フォートナイトをプレイすれば、モバイルとか Apple のね、iPhone とかで今、フォートナイトできないので、これを使うことで、ワンタイム一応みんな見れますよって感じですね。リプレイ機能は使えないので、フォートナイトのチャプター3の週末の追い体験したいコンテンツクリエイターとプレイヤーは、その何かしらの方法で録画できるようにしておくことが必要があるぞってことだから、多分、録画しとけってことだよね。だから僕の場合は僕の配信で、ね、配信しとくので、で、配信、ワンタイムイベントが終わったらすぐに動画を上げるので、皆さん、任せてくださいそこら辺は。うん。高画質でね、ちゃんと撮っておくので、配信もしますし、動画もするので、ぜひ見てください。こちらのチャンネルで。はい、次行きましょう。何これ。急げ、崩れる。チャプター3にお別れ。崩れる。崩れるチャプター3にお別れって、もうお別れしちゃってんじゃん、これ。妹、こんがりロースと、終わりの始まりを記念して、終わりの始まりっていいね。終わりの始まりを記念して、日本時間の12月2日。だから、来週ぐらいか。イベントの2日前ですね。午後11時から12月4日の4時45分まで、フォートナイトにログインしたプレイヤー全員にエモート、こんがりロースが配布かなされるぞ。を無料エモートですね。終わりの始まりを記念してたって。だからこのイベントが始まる2日前の午後11時から、イベントの始まる直前の4時40、あ、違う。イベントがあった後の、その日の夜の4時45分までにログインすれば、こんがりロースゲットできるって書いてあるけど、多分イベントの後って、ね、そのままダウンタイムに入るから、まあ、イベント前にログインしとけってことで、まあ、イベント見てれば大丈夫ってことだよね、これは。おそらくですけど。で、そしたらこの無料エモートがもらえる。いいですね。チャプター3フィナーレの前に終わらせておくべきこと。これも大事ですね。これさ、宇宙なのすごい気になるくない？これが。たまたまかな？ワンチャン次の世界宇宙行くとかない？わからんな。まあ次行きましょう。チャプター3フィナーレの前に終わらせておくべきこと。チャプター3終了まで2週間もない中で、やることリストで消化しておくまで紹介すると、めっちゃエピック優しいじゃん、今回。ありがとうございます。チャプター3シーズン4バトルパスを完了することですね。はい、バトルパスをもし、購入してる方は必ず、このシーズンが終わったらもう、アップグレードとか、その時に報酬ゲットしてなかったらゲットできなくなってしまうので、必ず、普通のバトルパスとボーナス報酬全部ゲットできるようにしといてください。クエストを通してアンロックされる報酬、鶴足の無垢からの贈り物、これバイツのクエストですね。とか、ヘラルドのコスチュームとかアクセサリーはチャレンジ、クエストをクリアしてゲットするものなので、そこら辺も必ずクエストを、このイベント前にね、早めにこれやっとくべき、やっといた方がいいと思います。結構時間かかるやつとかもあったので、早めにこの、鶴足の無垢からの贈り物と、ヘラルドのコスチュームとかはゲットしときましょう。はい。バトルスター受け取ってない報酬の場合は、シールの終了後に使用してないバトルスターは自動的にバトルパスで受け取ってない報酬から、順番にアンロックされるぞ。だから、まあ、例えばレベルが220ぐらいまで行ってて、一つもバトルパス解放してなくても、220の時点でバトルスターがめちゃくちゃ溜まってるから、それを自動的に使ってくれるらしいです。でも、まあ、事前に欲しいものがある場合は、それにバトルスターを使っておこうって。まあ、とりあえず、まあ、バトルスターを使っておけば、間違いないってことですね。レベルアップクエストパックを完了する。それはこれ、このスキンを買った場合ね、これ確か1000円ぐらいしたよね。これを買った場合は、クリアしとかないと、このクエストもちょうど12月2日だから、イベントの2日前ね、ここ注意ね。イベントの2日前に期限が切れちゃうので、それまでにこちらのこのスキンのクエストのスタイルとかね、ツラシとかあるんで、必ず僕前できなかったんですけど、今回皆さん買ってる方はぜひここやっといてください。クローンバンクの目標が残っているプレイたちはご安心ようだって。このレベルのやつは、チャプター3終了後に続きから進めることが可能だから、クロームパンクっていう無料スキンですね。カボチャの、クローム化してるカボチャは、まあ、そのままレベルをどんどん、チャプター3が終わった後も上げてくれって感じです。なんだこれ、バード&ブッシュウィークとバーゲンセールウィーク。あ、今回は2つなんだ、ワイルドウィーク。バード&ブッシュウィークが11月22日だから、もう始まってるくない？これ。29日まで、チャレンジとかと一緒に、チキンとか他の野生動物が圧倒的に増えてるんだって。なるほど。で、チキンをテーマとしたクエストで、経験値をゲットして、ボーナス目標を達成して、レベルアップトークンを手に入れよう。
ていうことですね。あとはバード&ブッシュウィークが終わった後だから11月30日からってことだよね。は、バーゲンセール、これはいつものやつです。もうこれ説明しなくていいでしょ。あのインゴットが全部半額ってやつですね。ほとんど今シーズンも僕インゴット使ってなかったんですけど、インゴット使いたい方とかはこの時に使いましょう。1週間、まあ、シーズン終わりまで、チャプター終わりまで、インゴットが安くなってるので、あとクエストとかもあるので、ここら辺でレベル足りてない人はやっておきましょうって感じですね。今までのパラダイスの最後の日々を楽しんでほしい。なるほど、今までのパラダイスの最後の日を楽しんでほしいだって。いや暑いね、これはちょっとやばそうじゃない、マジで。ちょっと英語で一応見とく、なんか情報見落としてるとかありそうじゃない。英語のがやっぱ書き方違ったりするからね。 Enjoy the last days of Island Paradise だって。あー、まあそういうことか。この黒霧化してる島のことでね、このアイランドパラダイスでのラスト数日を楽しんでくれって感じですね。って感じですね。今回のワンタイムイベントもシーズン3のチャプター3のフィナーレイベントフラクチャーなんですけど、過去もねチャプター終わりのイベントって例えばこれとかもあったと思うんですけど、島がひっくり返るやつとか、これでさえ11分なんですけど、今回は40分っていうね、チャプター3フィナーレって言われてるけど、これね多分もうなんか今までのストーリーのクライマックスでもあるから、チャプターフォートナイトってチャプター1チャプター2チャプター3でストーリーラインがつながってるんですけど、それのクライマックスもガチでフィナーレイベントになってると思うので、皆さん必ずこれは見ましょう。僕は配信必ずするので、よかったら皆さん一緒に見ましょう。で、まあ、全然ね、僕の配信じゃなくてもね、他の方とかも結構配信したりとか、あと動画とかもね、全然上がると思うので、でもこれ、これみんな生で見てほしいな、本当に。ゲーム内で見れたらね、朝6時なんですけど、12月4日って、いつだ?ちょうど日曜日やん。12月4日、やば。いや、これは見るべき、みんな。12月4日の朝6時で、これはもう、あの熱越しとか許されないからね、必ず皆さん一緒に見ましょうっていう感じで、今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。次はこちらのフォートナイトフラクチャーチャプター3フィナーレイベントのフラクチャーでお会いしましょう。ピースアウト。